まちゃん。この日、4軒目のマンションの現場にやってきた吉田さん。7階建てのこの物件、手際よく最上階から共用部をきれいにして回ります。今は50分から1時間ぐらいですね。は、共用部の廊下のこの基礎掃除ですね。マンションではやっぱほうきをよく使いますね。ほうきである程度集めて取る感じですね。まあ、ほうきの確実に、まあ、接面が多いんで、これ確実にゴミを集めれるかなっていうのは思います。一旦ほうきを置いて下に降りるんですけど、じゃあ降りるときにもちょっとこの炭とかこれ降りるんでも何かしながら降りるっていうか、降りるんじゃなくて カバーオールの仕事は品質とスピードの両立が重要です。物件内の移動一つとっても無駄がないように、何らかの作業をしながら進んでいきます。上からやっていくっていうのも効率なんですね。掃除で一番やっぱり上から行って下からっていうふうにしていく方が効率がいいんで、何かするときもただ降りるんではなくとか、上がるときも何かして何もしないっていうのはしないというか。何かしながらっていうのが多いです。こういうふうにしなさいって習ったとしても、現場によったら、こっちの方が先の方がいいかなっていうのもありますね。清掃の仕事。今では完全にプロですが、加盟時はもちろん未経験。しかし、吉田さんは加盟以前から、漠然とこの仕事への適性を感じていたようです。どちらかというと、僕はこう、一人で何か作業とかする方が自分には向いてるのかなっていうのはずっと思ってて、自分で仕事とかの、まあ、組み立てとかしたりとか、自分で考えてやるっていうのが、逆に得意なのかなっていうのは思ってたので、まあ、その辺ができるの。がいいのかなと、加盟されてる方の、まあ、話みたいなのを、まあ、ホームページとかで見た先輩オーナーさんとかの見ても、まあ、自分で、まあ、組み立ててできるっていう、のが、まあ、その方が自分には合っているのかなっていうのが思ってたんですかね。自分には合ってるなと思ったんで、まあ、言えば、まあ、仕事であれば、まあ、納得できないこともしないといけなかったりとかするじゃないですか。自分が決めてなくても、自分がいいと思ってなくてもやらなきゃいけなかったりとか。だからこの仕事だったら自分で決めて自分でできるので、まあ、自分の裁量でできるし、まあ、まあ、納得はできるのかなとか。しっかりやればやるだけ、まあ、認めてももらえるので、まあ、そういうところですかね。なんかよく子供の時とかにもよく黙々と、まあ、やってた子だったんで、まあ、一回、まあ、昔子供の時に、まあ、ほうきで履いてた時に、まあ、先生に褒められたことがあって、まあ、なんかそれを、
一つのことにこう黙々とそのやることに対してなんかしっかりやってたものに褒められたのが嬉しくて、まあ、まあお掃除っていうのはなんかこう自分は結構そうやって黙々とできる分いけるのかなというまあ安易なまあ考えではいたんですけど、まあ、自分にはまあ向いているのかなとかとは思ったんですけどね。幼少期に清掃を褒められたことがあることを覚えていたといいます。黙々と清掃に取り組み、それが評価され、自分の喜びにもつながる。カバーオールの仕事は吉田さんにとって生まれながらにして相性のいい仕事だったのかもしれません。そうですね。何かこうやっぱり今はあれですけど夏場とかやっぱ蜘蛛の巣とかそういうのをこう見逃さないようにとか、あとはもう結構あまり下ばっかり見ずに上も見るようにしてますね。どうしても目線が下に行きがちなんで、だから上も見るようにはしてます。最初はなんか、まあ、新しいことができるっていうので、まあ、新鮮味はありましたんで、最初はまあ結構無我夢中な感じはあったんですけど、あと前の仕事はあまりこう体を動かすことが少なかったので、かなりこう体を動かして、でもやっぱり痩せましたし、体がすごい軽くなったなと思いますね。健康的になったかもしれないです。カバーオールに加盟して心身ともに健康的に。そんな吉田さんに今後の目標をお聞きしました。自分にの理想がありまして、その自分の理想を叶えられるのがここなのかなって思ったんで、理想はもう、ね、朝行って夜毎日家に帰る、でそれでいてまあ収入も同じぐらいある、いろんなその自分の中でこうしたいああしたいっていう理想をずっと持ってて、それは全て叶えられるのがここなのかなってって思ってたので、実際それが今叶えられているなっていうのはあるので、最初はやっぱり不安はあったんですけど、今となったら入ってよかったのかなって思いますね。今は子供も小さかったりしますんで、子供がまあちょっと手が離れたりしていったら、目標ってね、なんかそのガーンとこう売り上げたいとかじゃないんですよね。だから自分の年齢に合わせた、応じた。だから今後は多分手が離れたら、ライフスタイルに合った仕事を変えていきたいかなっていうのは思いますけどね。もう日曜日は定期清掃の応援が多くて、土曜日も日常入ってますんで、だから休みがなかった、ないっていうのもあるんですけどね、の方がちょっと多いかな。ですので、まあ、今はもうとりあえずお金がね、必要なので、このまま、その、仕事していって、まあ、将来的には自分の、まあ、年齢とか、まあ、ライフスタイルに合わせて、まあ、仕事を、まあ、変えていけたらいいなっていうのを思ってます。今はやっぱ子育てで、まあ妻とも、まあ、忙しくしてて、なかなか、ね、出かけたりとかもね、できないんで、まあ、映画見たりとか、なんか出かけ、なんかそういうのはまあ、またしたいかなと思いますね。今はもう、忙しくて必死な感じなので、なかなかそういう、良かっていうのも、
まあ、店は、まあ、一番一番はやっぱ子供なので手が離れていけばまた、まあ、自分に対してもまあ何かまた趣味作ったりとかなんかいろいろものを、やりたいかなと。まだお子さんが小さなうちはご家族のためにたくさん働く。少し落ち着けば自分や奥様と過ごす時間を作るようにしたい。ライフスタイルに合わせて働き方を変化させながら生き生きとした人生を送っていただくのがカバーオール流でもあります。エントランスの清掃を最後にこのマンションの現場は終了です。お疲れ様でした。あと一軒保育園がありまして、そちら行ってから終わりになります。そちらちょっと撮影ができないんで、とりあえず今から向かって最後行ってきます。頑張ってきます。頑張ってきてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さらなる生き生きのために吉田さんのカバーオール人生はまだまだ続きます。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。